撮ったな。はい。おはようございます。こんにちは。こんばんは。生涯配信者、健太伝長です。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。動画の概要欄にですね、私が運営しております。オンラインサロンや、ホームページの、ね、ちょっと噛んじゃいましたけど、ホームページね、ホームページの数々、などなどね、まあ、URL がすべて集約されておりますので、ぜひぜひ、興味持っていただいた方はですね、チェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。ではちょっと今日はね、いつもと違うアングルで、はい、お送りしたいと思います。ね。いつもロフトベッドのね、まあ、ここちょっと映ってますけど、ロフトベッド下で、はい、撮影してるんですけども、まあ、同じ場所ばっかりで撮ってもちょっと面白くないんで、ね。まあ、たまにはということで、はい。でですね、今日はですね、ちょっとまたタトゥー系のお話なんですけども、はい。まあ、今ね、僕、タトゥーライフっていう、まあ、活動というか、はい。ホームページとかね、あとはまあ、SNS の X ですね。はい。まあ、なんか、ずっとタトゥーの取材とかをね、長年やってきて、うん、まあ、そこで見たものとか、はい。培った、感性とかで、ね。なんかタトゥー好きな人たちが楽しめたらいいな、みたいな感じで、そう、SNS とかホームページ運営してるんですけども、で、今、X のフォロワーさんがですね、今、4万6000人まで、行きまして、はい。結構ね、人気のアカウントになってきたかなっていう。うん。で、まあ、いろんなタトゥー美女の方の、写真を紹介するのをちょっと今最近メインでやってるんですけども、はい。ね。世の中にはこんなにタトゥー美人、例えばタトゥー美女をいっぱいいるんだよってことで、はい。やっぱりね、綺麗な人とかがタトゥー入れてるところを、まあ、興味ない人とかが見ると、ああ、タトゥーって意外といいかもな、みたいに、まあ、そういう風になってくれるかなとか、はい。思ったりしてね。結構タトゥー美女の、拡散、紹介に力入れてるんですけども、もちろん、必ずみんなにちょっと許可取ってね、写真紹介してもいいですかっていう許可はちゃんと取ってますよ。はい。でね、僕がそのタトゥー美女を紹介すると、まあ、毎回確実にとは、の高確率ですね。結構高確率で、やっぱコメントに来るのが、こういうコメントがあるんですよ。うわぁ、タトゥー入れてなければ可愛かったのになぁ。とかね。はい。うわぁ、もったいないなぁ。タトゥー入れてない方が可愛いのに。とかね。はい。僕はタトゥー入れてない方が好きですね。とかね。はい。こういうコメントがですね、まあ、来るんですよ。うん。タトゥー美女の方にね、写真使ってもいいですか？いいですよって心よくね、快諾してくれて、じゃあ紹介しますねって紹介して、みんな見てよ、こんなに綺麗なね、タトゥー美女の方、日本にもいるんですよって紹介すると、タトゥー入れてない方が可愛いね。ああ、もうね、もうこういうコメントする人に本当言いたいんですけども、で、まあ、その X 上では言ったんですけど、お前一体誰目線なんていう。ね。マジでこれ昔からいるんですよ。はい。本当に、まあ、僕が YouTube やってた時に、例えばタトゥー美女の方とコラボして、まあ、二人でトーク系の動画を撮るじゃないですか。そうすると、うわ、顔可愛いのにもったいないな、タトゥー入れちゃってみたいなコメント、YouTube 時代からね、やっぱ来てたんですよ。はい。ねえ。もう、これが令和になっても、まあやっぱり SNS 界ではよくね、まだ見られるっていう、ちょっとね、もう、正直言って、この手のコメントしてる人ね、タトゥー入れてない方が、なんかこれ、このなんかアングルで見るとなんか目が変に見えますね、これね、このサングラスして。光の加減で。はい。まあいいや。そう、この手のコメントしてる人は本当に気がついた方がいいんですけど、ね。まず、一体、お前は誰目線で、物言ってんのっていう。ね。彼氏でもないし、ね。親でもないし、友達ですらないっていうね。まるっきり赤の他人なのに、いや、
タトゥー入れてない方が好きですねとか、聞いてねえしっていうね。お前の意見なんて聞いてねえしっていう。はい。で、大きなお世話なんですよ。ね。タトゥー入れてなければ可愛かったのになとか、もったいないな、タトゥー入れてない方がいいのにって、もうめちゃめちゃ大きなお世話で、だっていいと思って本人が入れてるんだから、今更それをね、いや入れてない方がいいでしょうって言うのって、だいぶ頭おかしいですよ。はい。まあツイッターでもこれは言ったんだけども、だいぶ頭おかしいこと言ってますよ。ね。まあこれが X で結構このツイートが今バズってて、まあね、YouTube でも一応 YouTube 版やってこうかなと。まあ散々僕チャンネルで昔からそういうのやってますけども、もうタトゥー入れてる人間に対して、いやー入れてない方がいいですよっていうのって、本当に狂ってますよ。マジで。はい。もうコミュニケーション能力崩壊してますよ。これ言ってる人。ね。タトゥー入れてる人に対して何回も言いますよ。タトゥー入れてない方がいいなぁ、もったいないなぁ、タトゥー入れてない方が俺は好きだな、頭おかしいですよ。マジで。ね。もう入れてるんだから。で、自分がいいと思って入れて、どう私のタトゥーいけてるでしょっていう写真に対して、入れてない方が僕は好きだなって、本当に大きなお世話だし、お前は一体何様なんだっていう。うん。で、いや、そんなのね、人の自由じゃないですか。どんな意見持ったところで、人のね、自由じゃないですかっていう人いるんだけど、違います。自由をね、履き違えちゃいけませんね。はい。これ悪口なんですよ、結局。うん。言わなくていいことなんで、はい。タトゥー入れいいでしょっていうふうにやってる人に対して、もしも、いやー、僕は入れてない方がいいなって仮に思ってしまったんだったら、書く必要ないんですよね。はい。わざわざ書かなくていいんです。むしろっていうか、書いちゃいけないんですよ。はい。タトゥーがいいと思って出してる写真です。で、僕も紹介するときに、この人すごいでしょ、このタトゥーとこのルックスめちゃくちゃ合うでしょ、すごいでしょ、いいでしょって紹介してるのに、いやーちょっとって言うのって心にしまっとけばいいんですよ、胸の中にね、飲み込まないと。はい、いいと思って出してるんだから。はい。でそれで本人たちとかその入れ墨好きの人たちは盛り上がってるし、楽しさね、みんなでそれを共有して楽しさ感じてるんだから、いや、タトゥー僕あんま良くないと思うんですよねっていうやつは、自分の胸の内にしまっとかないと。はい。ね。これを言っちゃう人って、頭おかしいですよ。本当に。で、いや、SNS だから言ってるだけっすよっていう人いるんですよ。僕がこれ、いや、あんた頭おかしいっすよって言うと。うん。それいちいち言うのおかしいですよ。ね。それは自分の中だけにしておきましょうねって言うと、いや、SNS だから、これ何言ってもいいんですよみたいな。普段だったら言わないっすよみたいな感じのことを言ってくる人いるんだけど、違います。SNS ですら、まともにコミュニケーション取れない人って、リアルでも取れてないっすよ。むしろリアルでも、取れてないどころか、多分リアルはもっとひどいと思います。ね。SNS とかネットの世界ですら、まともにコミュニケーション取れない人は、リアルでもっとひどいと思う。はい。だからね、違うんです。いや、ネットの世界だからですよっていう人いるけど、違います。リアルもそうだからネットでもそうなっちゃってる。はい。ね。だから、直した方がいいですよ。もうこれ癖になってるんで、思ったことを言ってしまうっていう、これ癖になってるんで、いいんですよ。ね。なんか、その物申すところとかもまあ、世の中あるでしょうし、いいんですけど、他人の趣味趣向に対して、いや、俺はちょっとなっていうのは、言わなくていいんですよ。はい。言っちゃいけないです。楽しんでんだから、本人たちは。ね。で、これ、例えるなら、はい。僕これよくする例えなんですけども、これ、タトゥーに対してね、よく、いや、言論の自由でしょ、と。好き嫌いはみんなあるんだから、何言ってもいいでしょっていう人いるんだけど、これ、自由を履き違えてるんですよ。さっきも言ったんですけど。自由って、悪口を言ってもいいっていう風な解釈してる。これちょっと頭の、ちょっとね、悪い人なんですけども、自由って違います。はい。で、まあ、その辺は自分で調べてほしいですけども、例えばね、ラーメン屋さん、ね、人気のラーメン屋さんに、急にずかずか、誰が呼んだわけでもないのに、急にラーメン嫌いのやつが入ってきて、いやー、なんでこんなクソまずいもん食ってんだろう、ね、こういう風に言ってるレベルなんですよ。タトゥーに対して、いや、入れない方がいいですよとか、
ね、入れない方が僕は好きですよとか、入れなきゃ可愛かったのにとか言ってる人って、もうラーメン屋、まあラーメン屋じゃなくてもいいんだけど、まあそのラーメン屋に入ってきて、いやーラーメンってまずいと思うんすよね、僕は。ね。いや、ここの店ラーメンじゃなくて餃子一本でやった方がいいっすよって、急に入ってきて、もう、急にですよ。誰も呼んだわけでもないのに、急にズカズカ入ってきて、急にそういう悪口を言って、帰っていくっていう。これと同じですよね。タトゥーをラーメンに置き換えましたけども、こういうことなんですよ。みんなは好きで食べてる。ね。それが好きでみんな集まってるお客さんたちを前にして、いや、ラーメンクソまずいっしょ、餃子の方がうまいっしょって言ってんのと同じなんですよ。これ頭おかしいでしょ。ね。頭おかしいですよね。だから、みんなね、自分の好きなものに置き換えて考えてみると、多分分かりやすいと思うんですよね。自分が好きなものとかね、まあ、そうだ、アイドル好きな方いますよね。じゃあまあ、例えば、何々ちゃんね、ボボミちゃんでも何でもいいんですけども、まあ僕がよくゲームやるときにつけるあだ名なんだけどね、ボボミとかボボコンってつけるんだけど、ボボミちゃんが好きなね、アイドルのボボミちゃんが好きな人がいて、ね、全然、これめっちゃ可愛いなーってやってたら、友達が、めっちゃブスやん、今日お前これ。なんで好きなん、これめっちゃブスやんって言われたらムカつくでしょ。それと同じです。ね。もうタトゥーが好きでみんなで集まってる人たちを前にして、いや、入れない方が可愛いですよとか言うのって、マジで頭おかしいんで、で、誰もそんなコメントを求めてないし、ね。もしも求められたんであれば、いや、僕はちょっと、あんまり好きじゃないんですけどって言うのはいいと思いますよ。でも誰も求めてないんですよ。ね。あなたに意見を求めている人はいないんです。ね。好きじゃないんだったら黙ってればいいわけですよ。ね。ということで、まあ、タイトルちょっとどうなってるかこの動画わかんないですけども、まだね、令和でもやっぱりこういうちょっと頭のおかしい人は多いんで、ちょっと一応 YouTube の動画にもしてみました。ね。嫌いだったら見なきゃいいだけです。ね。意味ないです。嫌いなものをわざわざ見に来て、いや、これ違うでしょって言うんだったら、もうね、それはただの、本当に悪口。誹謗中傷です。そんなんね、言論の自由と、混同しないでほしいですね。もう完全にその自由の定義っていうか、あれを履き違えてますから、悪口言ってもいいよっていう、それは言論の自由じゃないですよ。別に悪口一緒って。言うな。人が不快になることはね、言わない。以上、ケイタ店長でした。さよなら。